時へ変わります。はぁ、おいなんだ立ち絵変更って、私そんなこと聞かされてないぞ。いやぁ、事務所所属に伴い私たちもリニューアルしようと思いまして、張り切って立ち絵変更に思い立ったわけですよ。というわけで早速行ってみよう。というわけで立ち絵変更してきたので早速お披露目会と行きましょう。それじゃマリサ準備？おう、私はいつでも大丈夫だぜ。てかすでにサムネでネタバレしてね。じゃじゃーん。おー、前回の熊の寿司の立ち絵もめちゃ可愛かったけど、これもまためちゃくちゃ可愛い立ち絵だな。ところで今回の立ち絵はどなたの立ち絵を借りてきたんだぜ？そう、実はこの立ち絵ですね。なんとみんな大好き EO さんに依頼して書いていただいたんです。え？ Twitter のフォロワー8万人いるあの EO さんか？この前もサムネイル書いてもらったばかりなのに大変ありがたいな。本当にこんな素晴らしい立ち絵書いていただいて感謝ですよ。しかもこの立ち絵は私専用なので実質オリジナルのスキンになってます。そう言われると本当にすごいことなんだぜ。もちろんこちらいつでも取り外し可能です。ご栄誉漏らしかけたじゃねえか。というわけで今後はこちらの立ち絵を使っていくのでよろしくお願いします。もちろんいきなり立ち絵変更していろいろ思うところもあるかもしれません。でも視聴者さんもこの立ち絵もいいなって思えるぐらい私も動画編集頑張るので、気長に応援してくれると嬉しいよ。というわけで以上お知らせでした。よかったら EO さんの Twitter フォロー、チャンネル登録もよろしくね。